どうもかげやんです、えー、iPhone ってありますよね。iPhone というか、まあ、スマホですね。スマホってすごく、えー、便利やと思うんですよね、えー。便利でありますよね。なんかこう調べ物したりとか写真も撮れるし、動画も撮れるし。 んでででもきるすね、えー、iPhone iPhone 僕は iPhone 使ってるんですけども、まあ、スマホっていうのはそれだけ便利なもんであって、えーまあ、今は生活に欠かせないもんやと思うんですけども、えー、そうですねこのね、えー、iPhone もね iPhone というか、まあ、スマホもね、えー、電源電池がね、えー、なくなったら完全に使い物にならないんですね、えー、どういうことかと言いますと 結局その電源がこう満タンであったりとかその使える量がある状態を保っておくことが えー、結局、えー、ベストを尽くせるっていううとやと思うんですねだからこう人間に置き換えてみますとですね健康とか自分のコンディションやと思うんですねメンタルも合わせてですねコンディションやと思うんですけどもそのコンディションをしっかり整えていることによって、えー、ベストな、えー、状態を作り出せるというかその。 パフォーマンスととかそういういことですね例えば、えー、ミュージシャンであったら、えー、ライブのコンサートであったりとかですね、えーまあ、お笑い芸人であれば、えー、収録の時の、えー、パフォーマンスね、えー、笑いをとることであったりとかねそういうことが、えー、と自分のね えー、健康状態であったりメンタルの状態を整えることがしっかりできていることによって、えー、高パフォーマンスができるっていうことなんですねだからその例えば知識があったりとかですね、あのー、能力があったとしてもその能力を出し切るためのね自分のその状態をね作り出しておかないと。あのー ちゃんとしたパフォーマンスはできないと思うんですね。そのためにね、やっぱり人間というのは健康が基本なんじゃないかなというふうに思います。だからその健康を保つというかメンタルを保つというか、そのそういうメンタルであったりとか健康であったりというものをしっかり整えるために何を自分がすべきかっていうのをしっかりと考えて。 毎日それを継続していくことが大切やいますそれがあった上での自分の能力であったりとか知識であったりとか知恵であったりとかそういうもんやと思うのであのしっかりと健康であったりとかメンタルっていうものをまず整えるようにすることをルーティンにしましょうということをお伝えしたいと思います。そうすすることによってですねあのーまあ どう,いうんですかそのパフォーマンスができるんでね僕で言うと僕の場合は、えー、施術ですねセラピストであるんで、えー、お客さんと、えー、対するんですけども、えー、お客さんのエネルギーよりね、えー、僕のエネルギーが、えー、低かったら、えー、全然話にならないと思うんですね。もちろんお客さんよりは高いエネルギーを持ってお客さんと接することによってお客さんを、えー、癒すことができたりとかね、えー あの改善体のね改善をすることができると思うんでねあのそのためにね、えー、運動したりとか食事のことを考えたりとかね、えー、メンタル面でこうしっかりしたりとか、えー、睡眠ですね睡眠をしっかりとるとかね、えー、そういうことをえー いと心がけています。これもね僕もね最初からずっとそういうことができていたわけじゃないんですけども最近はよくそういうことを考え,て考えるんですねだからお客さんが例えば風邪をひいてたとしてもですねこっちはあのマスクはしてまあまあ映るかもしれないんですけどその風邪が引きかけた時にどういう対処をするかとかですねあのまあ例えば あとちょっと運動をするとかね汗をかくとかねそういうことをすることによって自分が風邪をひかない状態を持ってですねあのお客さんに、えー、ベストな状態で 取りり組んでいいきたとうことを、えー、常に考えておりますそのためね、あのー、あなたもですね、あのー、結局ベストな状態を作ることによって、えー、皆さんが、えー、いい状態に持っていけるようになるということがあるんでね、えー、仕事に関してでもね、えー、人間関係でもですねあのベストな状態を作,作って 作ってからあの対することができると思うのであの自分の、えー、メンタル面であるとか健康面をしっかりと、えー、考えて、えー、行動するようにしてください。ということで今日の動画は以上となります。